山和高田市は奈良県中西部に位置する市。中は葛城の地域の中核都市である。奈良県で最も人口密度が高い。近年は人口が前減し、隣接市長が増加傾向にあるが、昼間人口は依然多い。岩手県陸前高田市、広島県秋高田市、大分県文後高田市と共に高田の名がつく市である。 大和高田市中心部周辺の空中写真。2008年5月15日撮影の13枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。奈良盆地中西部の一角を占め、小さい面積の市域の大半は平坦地となっており、市の西北部はうまみ丘陵の南端部となる。市内をカツ側と高田側が、 南北に貫流している。また北東部、橿原市との市境付近を蘇我川が北西部には、くず下川が流れる。なお高田川はかつて現在の流路より東側を流れていたが、水害に悩まされていたことから1932年から付け替え工事が開始され、現在の流路となった。旧流路は埋め立てられて道路化が図られ、 現在の国道166号線及び県道や的高台カるが線となっており、沿道の地名や橋梁欄間などの移行にその名残を止めている。近年の農地、ため池の宅地利用により、豪雨時の有水場所がなくなり、市内の一部では豪雨時に床上、床下浸水の被害が発生している。夏は湿度が高く、冬は寒い。 市の西北部には5世紀の大型前方公園墳、月山古墳や両家山古墳が存在し、うまみ古墳群の南端を形成している。また、日本初期に見えるくだらい太郎墓は、月山古墳の南に位置する岡崎に否定されている。近年、この付近で、池大石が発見された数の埴輪などが出土した。地域の大半は和名省の山戸国屑群に属し、 合名についてはタデタ号に否定する説もあるが、クズ下郡織が三トの可能性が高い。縁儀式内社国縁座タクムシダマ神社が市内に鎮座する。また、アスカ時代に造営された横王子が市内を東西に貫通している。中世には、幸福寺一条院平田僧の召喚であった高田氏が、武士化して、高田城を築き万歳城を築いた万歳氏と共に一帯を領有したが、 筒井純慶により滅ぼされ城も破却された。江戸時代には諸藩料や天領が作奏しており、中期以降面作が盛んになると高田本郷を中心に市場長として発展。近代には宝石工場が設置されたことで繊維産業の中心地となった。1948年の市政施行の際に新潟県高田市がすでに市政を施行していたため、 大和国の大和を干渉。旧国名を関して、氏名の重複を回避した最初の事例は大阪府泉大津市であるが、省略せずに関したのは当市が最初である。1960年代以降、ユニチカ高田工場が閉鎖され、近年には中国製品との競合もあり、地場産業である繊維産業は衰退を続けている。一方バブル期には、 大阪方面勤務者が住宅を求めて流入し、人口は増大したが、近年は若干減少傾向にある。市の財政状況は2008年10月の時点で、実質赤字比率圏内ワースト4、財政力指数は、県内12市中9位である。ただし、実質交際比比率や、将来負担比率等は、周辺自治体に比べ低い。これ以降、 市の財政健全化政策が実施され、単年度での黒字を計上し、赤字比率を圧縮している。また、2006年4月からゴミ処理有料化を実施している。1948年の市政施行当初から、大和高田市の名称が用いられているが、これは新潟県の高田市との混同を避けるためであった。この他に高田と名のつく、自治体は岩手県陸前高田市。 広島県秋高田市、大分県文後高田市などがあり、町村あざ地名などを含めると、高田地名は全国に見られる。なお、山和高田の名称自体は、近鉄の山和高田駅が高田駅から解消された1941年により、使用されていた。市の清掃工場に、市内だけでなく、認められていない県外からの産業廃棄物を搬入しながら、 手数料を支払わない処理業者の存在が明らかになったものである。市と業者との話し合いは長く続いたが、裁判所による和解調停の結果、2004年6月になって、月20万円235ヶ月付総計4700万円を返還する和解案が提示された。この和解案に対する市議会での議論では、反対を主張する議員が過半を占めたものの、採決では、 バ和解ン受学が決議されている。北葛城郡公領町と並び線や靴下などの工業が発達し、中でもパンティストッキングの生産量は日本一である。しかしながら近年の中国等からの格安繊維製品輸入の増大により、地場産業は存亡の危機にさらされている。本社を置く企業を隣へ大和高田市内の主な商業施設かつて存在した。 スーパーマーケット証券会社人口は1999年をピークに減少傾向にある。市内及び奈良県中南部の主要観光庁はほとんど西町、大中近辺に集中している。国の機関県の機関地上波放送局、ケーブルテレビ新聞社ヤマト高田駅長谷本寺の、首老春、高田千本桜高田花半、大中公園一帯夏。 高田カツカツ祭り文化会館、サザンカホール、生まれ市公園一帯秋、おかげ祭り、竜王宮、片地を商店街冬、高田小坊祭り旋律寺、本町商店街。ありがとうございます。